私たちの身近なグローバル化について先生方に伺うのは、放送大学生として知って感じたグローバル化です。斉藤です。原田先生からも、何回か、リーマンショックという言葉がありましたけれども、このアメリカのですね、投資銀行である、リーマンブラザーズの破綻というものが非常に印象的です。一国の一企業がですね、破綻すると、それが世界中に広まってしまうと。で、当然、我が国の経済もこのリーマンブラザーズのですね、2008年の破綻を受けて2009年以降業績が、低迷しております。これは、産業界の話だろうというふうに思っていたんですが、私たちの所属する社会と産業コースの入学生もですね、このリーマンショックをきっかけに大幅に減少したと。急に減ったので、どうしたのかなと思いましたら、このリーマンショックというのがあったんだなということで、やっぱり遠い国の破綻がですね、ここまで伝播してきたんだというのが非常に印象的でした。国際政治が専門の高橋です。斉藤先生が金融のお話をなさったんですけれど、やっぱり私のところに来て論文を書こうという学生さんのテーマも、最近やっぱりグローバル化の時代かなと思わせるようなものがいくつかあるんですね。で、その一つは、日本の金融業に勤めてらっしゃる方が、これから、イスラム教徒にとの商売を深めていきたいというね、イスラム金融なるものはどういうものかという研究をなさいます。とっても面白い研究で、イスラム金融の研究というのはこれまでも日本にたくさんあったんですけれど、みんなイスラム研究者がやってまして、金融のことが分かっていないから、難しいだけであんまりピンとこなかったんですね。ところが今度は金融業におられてお金のことに詳しい方が、イスラム金融というのは、通常の金融とどこが違うんだと、そんなに変わらないじゃないかというような、ご議論の研究をなさって、それでやっぱりイスラム教徒と商売をするから、イスラム圏の金融制度を研究しよう、イスラム金融を研究しようというのが、やっぱり、グローバル化の新しい表情かなってつくづく思いました。主任講師原田純子教授にお話を伺いました。原田先生、グローバル化と同じような意味で国際化っていう言葉がありますが、どのように意味合いが違うんでしょうか。はい、グローバル化というと地球規模のとか地球的なその視点でっていうような考え方で、それでグローバリゼーションっていう言葉が使われています。で、国際化とかっていうと、もうちょっと二国間の問題であったりとか、こう数が少ないというか限定された国とか地域の話っていうイメージなんですけれども、グローバル化っていうと本当に地球全体を考えてっていうことで、非常に広くなってますね。で、今回の私たち そのグローバル化と私たちの社会という科目なんですけれども、日本の中に住んでいると徐々に身近なところでグローバル化進んできたなという気持ちがこうすると思うんですけれども、でも意外なところにも関係しているということで、そういうさまざまな視点を得ることができる興味深い科目になっているのではないかというふうに思っております。例えばなんですが、その意外なところっていうとどういうところでしょうか。はい、例えば農業と言いますと、国内で行っていることという印象を皆さん持たれているかと思うんですけれども、種、それから苗、こうしたものの世界というのは非常にグローバル化が進んでいるというか、欧米に非常に大きな会社がありまして、そちらからその種や苗を輸入して、でそれを日本国内で作っているということもありますし、畜産農家の方たちの場合などですと、牛や豚の飼料、餌ですね、こうしたものというのが大部分大量にその輸入品だということがあります。あとは例えばその原油ですね、そのを日本は輸入に頼ってるんですけれども、そういう原油を乗せたタンカーがですね、こう来る途中で海賊が頻繁に出没するようになって、主要なその国々が各国のそのタンカーが海賊多発地域を無事に通れるようにっていうのを日々監視しているというか警護しているっていうこともあるんですけれども、日本ももちろんそこに加わっていて、各国のその経済活動がうまくいくような国際的な取り組みの一つかなと思います。一国だけでは
もう存在なかなか難しいような状況にあるんだなっていうことを感じられますよね。私も日々そういうふうに思います。この授業では異分野の研究者が集まり、それぞれの視点からグローバル化をテーマに論じています。こうした学際性、学問の広がりですね、こういったことがこの科目の特徴かなというふうに思っております。では授業の構成をご紹介いただけますでしょうか。はい、まず前半では私たちの社会、都市社会とか地域社会などについて解説しました。こうした理解を土台に経営全般の動向や企業会計にも目を向けます。第6回、この辺りからの中盤ですけれども、この辺ではもっと基礎的な産業、農業の解説から始まります。続いて、農業は多国間の政治的な枠組みと密接に関連していますけれども、同様に、地域、地球という広い視点が必要なトピックである環境であるとか、建築、共生建築、共に生きると書いて共生建築、こうしたものについて学習します。そして後半では産業社会を支えるインフラである法律、政治、政策、それらの基礎にあるべき哲学についても説明しています。そして最後、第15回では高木先生がとても分かりやすく全体をまとめてくださいました。原田先生は第4回を担当されてますよね。はい、企業活動のグローバル化ということで解説をさせていただきました。はい、私は経営の中で人材育成とか人材開発っていうことが専門なんですけれども、最近やたらとグローバル人材、グローバル人材ってよく新聞の折り紙広告とかで、子供をグローバル人材に育てるために英会話学校に行きましょうみたいな、なんかそういうチラシも多いですよね。そういうところにもグローバル人材ってこうよく出てくるんですけれども、企業のグローバル化でグローバル人材っていうのも、昔の考えだと日本で、それから外国に行って商談をまとめてこれるように、あるいは現地のオペレーションを監督できるように、新規のビジネスを開発できるようにってことだったんですけれども、最近多くの企業が比較しているのです、グローバル人材っていうのは現地で採用された、海外のその現地で採用された人材っていうのをいかに投与していくかと。で、日本人の会社の中の職位と職務があるんですけれども、そういうものを全世界レベルで、物価が違うのでお給料の面では差がある場合もあるんですけれども、そういうランク付けみたいなものをいかに統一していって、有能な人を早期発見して、そして育成していくか、幹部人材に育成していくかっていうようなことを試みているという言われています。原田先生は今回そういう企業活動のグローバル化について講演されてますけども、今回は例えばメディアであったりとか法律の面とか、どんな面からこのグローバル化っていうのを捉えてますよね。非常に面白くなってるかと思います。原田先生ご自身も他の先生の講義を聞いて、あ、どうだったのかみたいに捉えることも、はい、あります。それぞれの他の先生の各回も非常に面白いんですが、特に第1回と第15回は複数の教員がラジオに出演していまして、対話形式というか、みんなで順番にですね、掛け合いみたいな形でグローバル化について話してるんですね。専門が違うとこんなにもグローバル化に対する見方が違うのかということなんです。高橋先生だと経済活動っていうよりも、むしろその政治ですね、そういった面にがご専門なので、そうした分野からのグローバル化の指摘っていうのがあったり、北川先生だと